今年のジャパンカップ2002も残すところあと1ゲームになりました。今年のチャンピオンは圧倒的なパワーを持ちますロバート・スミスか、それとも抜群の安定感クリス・バーンズか。ロバート・スミス対クリス・バーンズの優勝決定戦ということになりました。さあ今年18回目を迎えたジャパンカップの優勝決定戦、予選2位のロバート・スミス対予選1位のクリス・バーンズの対戦。まず先に投げるのは予選2位のロバート・スミスです。初出場初優勝を目指すロバート・スミスの1投目、大きく曲げてまずストライク。すごいですね、もうこれだけはね真似できないですもんね、本当にもう本当に持って生まれた天性でしょうね、はい、素質ですよね。ああいうものは。さあ一方クリス・バーンズは予選のアベレージが 237.34。 これもストライク、両者ともに第一フレームはストライクで入りました。あのクリスがあの予選からずっと5ゲーム目からトップに独走してたんですが、はい、やはりあの私ずっとクリスの後をついて見てたら、やはりあの使用しているボールとですね、あのレーンのコンディションをマッチさせることが非常にうまかったですよ今回ね。なるほどね。で非常にそのあ残るのかなと思うようなピンをうまく倒していたんで、はい、あのような状況がこの決勝戦の最後のゲームで出せればね、あの240、50、60というゲームはチャンスがありますから、はい、これも完璧、伊達にトップで通過したんじゃないぞ俺は、はい、というような今一投ですよね。狙いを見ますと右から3つ目ぐらいのスパットで投げてましたね。最初のファイナルのスタートの時のレーンよりはやっぱり5枚ぐらい左へ打つとですね、はいはい、こちらは大きなフックボール、そしてスピードのあるボールを投げるロバート・スミス、これだけボールが曲がってきます。かなりでも抑えてますよ曲がり。あ、そうですか。あのアメリカで彼が投げるボールは、はい、あんなもんじゃないですか、これボールがついた位置を見ますと、これ左側のガーダのスレスレのところから投げてるんですよね。はい、まあ、どれだけボールがフックしているかというのがよくお分かりになるかと思いますが、まあ、これでも曲がりを少し抑えているというのは、ね、表情も引き締まってきました。これができるときは強いですよね彼は。今度はどうか、あーっと天秤残った、先にストライクが途切れたのはロバート・スミスでした、ね、でも不思議ですね、あれだけ強いボール投げてても天秤が残るんですからね、4番ピンが残るし、こう素人の我々が見ていますとあれだけこうピンが跳ねるとその勢いで、うん、倒れるんじゃないかというふうに、そうですね、なんか他のピンが天秤を倒すんじゃないかと思うようなね、はい、雰囲気を持ってるんですけどね。あのクリス・バーンズはいい素質を持っていいプレーヤーでなかなかやっぱり勝てないって一時期言われましてね、はい、あの本当にあのここ一投このストライクで勝ちっていうところでよくタップしたりミスしたりすることが多かったんですがね、今年はそういう意味では大きなチャンスですよね、はい、今もジャストですよ、球の軌跡からすると完璧に見えたんですが、あピンの手前でねピン同士がぶつかって、はい、8番ピンの前で分かれちゃうんですよね、スローモーションで見るとよく分かりますよね。そうですね。さあクリス・バーンズ、このこういう大事な時にね本当にああいうピンが残るんですが、尺に触りますよ本当にありますよ私もね、本当に大事なところでね、はい、だからここでパーッと自分がこう来ないとね、やっぱりこう冷静に立ち向かっていかないとやっぱり優勝はね難しいですよね、はい、確かに痛いですよね、はい、相手が切れて自分はもうジャストターキーになるというところが8番ピンが残って同じになってしまうということはね、はい、非常に辛いことなんだけど、やっぱこれを乗り越えないとねやっぱ優勝ってないですからね。立ち上がりの3フレームはいずれも
両者同じスコア。でも面白い試合ですね。ちょっと浅い姫路も見えましたが、あの予選から、ね、ああいうものが多いんですよ、残り普通の人だと残りそうっていうのが倒れるんですよ、若干こう薄く入ったようにも見えたんですけれども、はい、ピンアクションですよね、7番ピンが、はい、さあ一方のロバート・スミスはどうか、うんと倒れました ロバート・スミスもガッツポーズ。さあピンの動きを見ましょう。ここでくるくると回転して、いやー残らなかったっていう感じで最後の最後で倒れました。いや、いい勝負ですね、面白いですね。うわ、綺麗なストライクを取ります。だからロバートなんかはね、ロバート選手なんかは逆にジャストのポケットにちょっと薄めから入ってた方がストライクになる確率が高いですよね。やっぱりそのジャストに行った時点で、はい、そこからまたボール食い込んでるわけですから、9番ピンとか、残る可能性がありますからね。さあ今度はクリス・バーンズです。これも決めてきた、今のは、ね、ちょっと内側に落ちたんですよ、はい、今うまくアジャストしてね、投げる瞬間にこうふわっとこう手首を緩めてね、先のボールの曲がりをちょっと抑えたようなね、あの、まあ、それもテクニックの技術のうちですからね、はい、前半の5フレームまで終わって両者全く同じスコア、全く一緒ですね、はい、後半勝負になってきました。予選1位のクリス・バーンズ、これもストライク、たっぷり時間をかけて投げましたクリス・バーンズ。それほど曲がりの大きいボールは使えませんが、そうですね、あの彼も曲げられるタイプですけど、はい、ロバート・スミスから見るとね、曲がり幅はそうですね、歴然としてるんですけど、はい、さあ一方のロバート・スミスはここで残った、今ぴったりでした、先ほどのクリス・バーンズと全く一緒ですね、あの残り方が、はい、ここから入ってきて、ほらこのピンが左に逃げてね、はい、今のはね手前で左に逃げてきましたね、何ピンでしょうね、5番ピンかな、左逃げちゃうっていうのはね、先にストライクが途切れたのはロバート・スミス、いや無情ですね、本当にこういう勝負は、クリス・バーンズも3フレームに痛いところで、そうですね、ロバート・スミス追い上げるターキーウェイでまたね、はい、8番ピンですからね、本当にロバート・スミスはここで崩れてはいけません、ここですね、薄く入ってそうですね、ゲームの流れとしては今の6フレームの8番目はこれしょうがないんですけど、7フレームでストライクを出しておかないと後半のちょっとクリス・バーンズがいい感じでターキー持ってきてましたんでね、はい、あのちょっとこう薄め厚めのミスをストライクにつなげてますんで、はい、あのストライクをつなげる可能性が大きいんですよ、だからこの投球でロバート・スミスがストライクを取れなかった、うん、そうですね、247までですね、はい、ロバート・スミスは、さあこの後のクリス・バーンズの、これが大きいですね、これ中盤のね、中盤にかかる中盤の大きなポイントですね、これはこの一投ですね、
おっとちょっとタイミングですかね、はい、リズムをちょっと合わなかったでしょうね。投球をやめました。まあ、どちらが勝ってもジャパンカップは初優勝です、うん、クリス・バーンズはファイナルに進出2年ぶり2回目、まあ、前回は予選2位でファイナルに進出してきましたが、日本の貞松に敗れて、まあ、その時は3位でした。そうでしたね、はい、あれもいい勝負でしたね、はい、とてもいい勝負でした。さあ気を取り直してもう一度早く抜けた。今度はスプリットだ。今のはねちょっと早く、はい、早く離れちゃったんですよね。ボールが内側に落っこっちゃったんです ね、 そうですね。完全にスパットの、うん、狙っていたスポットよりも一つ左側のところに入ってしまいましたもん ね、 ね、はい、ちょっと左側にね、まあ、1枚か2枚なんですけど、ね、残るパターンが悪いですよね。こういうスプリットでやっぱり悪い、スプリットになってしまいましたってことは、ね、これはどうですか、勝負してきますか。うん、私が投げたらまだちょっと勝負はできないですね。テイク2ですね、はい。まあわよくばという形だったんでしょうか。そうですね、今のはね、はい、あわよくばということですね。ここでオープンフレーム、これでさあこれでまだまだ分からなくなってきました、これで3ピン差ですからね、はい、まだまだこれでまたイーブンですからね。